来年1月14日に予定しているセミナーなぜで考えるチャット GPT の不思議への正体です、えー、とチャット GPT 試してみましたかなかなか驚きですね今までのエアギリーとは一足違いますでもいろいろ不思議なことに気がつきますで一つはなぜこんなに滑らかに賢く人間と対話できるのでしょう 2つ目はなぜこんなにも賢く見えるのに平気で間違ったことを言うのでしょうで今回のセミナーは使用にこの2つのなぜに答えようとしたものですで合わせて今回のセミナーは次のような疑問に答えようとしていますチャット GPT はどういうからくりでこうした振る舞いを可能にしているのでしょうでオープンチャット GPT は AI 技術のどのような蓄積から生まれ エア技術をどこまで高めるのでしょう。で、これみんな OpenGPT って言ってからこれ ChatGPT ですね。そもそも言葉の意味をどのように理解してるのでしょう。で、ChatGPT 以降のエア技術はどのように発展するのでしょう。で、次のような構成を予定しています。で、ChatGPT の動産サンプルを紹介します。 でチャット g p t のメカニズムを紹介しますでそれからそのチャット g p t 成立の背景を少し考えてみようというふうに思っていますでチャット g p t にどういう問題があるのかについても話してみようと思いますで最後に AI 技術の発展をどう展望すればいいのかっていう話をしてみようと思いますでこれについてはマルレボで更新されるショートムービーを参照してください 以下いくつかの,あの参考文献を大体いい時間順に並べ,並べておきましたでチャット GPT についてはいろんなあの論文も出てますけどこれは基本的なチャット GPT についての基本的な論文ですまあこれあの今度のセッショ,あのッションの,これ,あのこれからのセッションの中で、まあ、要点を紹介していこうというふうに思っていますお期待ください